ちいさんの喫茶店にやってきている松。バナナを使った料理の数々を食べています。続いて食べるのはバナナを使ったチャーハン。変わった一品。バナナよりも緑のアスパラの方が目立っています。バナナの入ったね、チャーハン、ベーコンとかね、入ってる。不思議な感じだね。だ、あの普通のチャーハンの中にすごい甘いものがこうドロッとこう、あの何だかな、こうにじみ出てくるって感じで、いやよくわからないんだよこれ、価値観としてね、これいろいろ必要があるのかどうかってよくわかんないんだけど、ちなみにこう普通のチャーハンだけ食べてみてね。結構塩は効いててね、ベーコンの旨味が出てるし、だ率直に言うとね、あの理解はあんまりできないんだよ。あのバナナがチャーハンの味を邪魔してるわけじゃないんで、結構あの何だろう、あそういう食べ物なんだと言われりゃ、あのあそうなんだと思うんだけど、入れる必要あるのかなと思うんだよね。逆にこれだから甘いねバナナだから、こう単独で外してもいいんじゃないかと思うぐらい。だからこれはそれ人それぞれの価値観だからね、何とも言えないんだけど、不思議な食べ物ではあるよね。バナナとご飯の絡み合いはよくわからないようです。よくあの、酢豚にパイナップルが入ってたりとか、あれも比較的自分としては理解ができない部分があって、そういう感じなんだろうね。だからこれはすごいいけるっていう人はいるだろうしね、あの今食べた感想としてはもうその邪魔はしてないんで、そのものとしては結構、あの食べれるかなって感じはあるね。複雑な味わいを受け入れる松。続いてはスイーツ。こちらも最近人気が上がっているというワッフル。もちろんバナナのものをいただきます。これがねワッフル、ワッフルはこれは切ってね、スイーツにも目がない松。この辺やっぱりもうかなり期待がね出てくるけど、ワッフルのサクサクにこうバナナの、やっぱ甘みがほんのり出てきてね、サクサクとまろやかさがマッチしてるね、ふんわりとしたワッフルの食感がたまりません。あの果実が中そのまま残ってるの感じがあってね、こうドロッと、した食感生んでるんだよね。これいける、このスーパイとワッフルってのは、もうコンビでいけるね、デザートとしてね。僕の場合はあの、この大口の番組、それから台湾ではあのリンウェイ2の物語、リンウェイ2がグーシーっていうね、ものを作ってるんだけど、いやあれの番組もねすごく思い入れがあって、あれはやっぱり自分のテレビの制作者、テレビ番組の制作者としての意地があったね。やっぱ意地というかな、気持ちが相当入った番組ではあったよね。なんでかっていうと、その、あれはもう10年以上の取材で映像どんどん撮っていってるんだけど、やっぱりこう休み取って台湾に来たりとか、相当こう自分の時間とね、そういうのを使ってこう撮ってきた映像をこう放送してるっていうのがあってね。最近のテレビ見てると、やっぱドキュメントものは比較的少ないというか、あるんだけどイメージ映像を使っちゃうというね、
ことがある。だからイメージ映像になるともうやっぱりガクンと落ちるよね、その信憑性がね。でそういうのじゃなくてもうリアルにこう撮ってきた映像をでどんどん見せていくっていう感じだね、うん、他の番組についての思いを語る松が次にやってきたのはね、バナナゲオ、いいピア、いいピア、鮮やかな黄色のバナナがずらりと並んでいます。松は一つ食べることにします。バナナね、やっぱ街角で売っててね、本場のもう本場中の本場だもんね。台湾の中のこう本当に、うん、よく取れるところだからね。ちょっと硬いところが残ってる。サクサクしてんの、なんで、うん、甘みがね結構薄めなんだけど、そういうバナナこれ、うん、もっとすごい甘いのかなと思ってるけど、意外とこう、いや逆にこういうバナナ食べたことないな、うん、そうサクサクして芯があるっていう感じ。なんだろうねこれね。新鮮すぎたのか、もともとがこのような感じなのか、芯が残っているようです。あ、中に入ってくるとこう芯が消えてきて、わあ、でもやっぱりこう噛めばこうじゅわっと広がってくるね。真ん中の方に入っていくと柔らかくなり甘みが広がります。台湾大口食べ歩き、ちいさんにやってきている松。豚飼ってんだ飼ってる豚初めて見たすげえ。これペットなのこれうわ、ペットの豚を初めて見ました。田舎町ならではの雰囲気が残る小さんで、松は面白いものを見つけました。バナナをかたどった像のようです。バナナの産地小さんをアピールするこの像、非常にカラフルで分かりやすく、思わず微笑んでしまいます。バナナのね、こう置物は置物ってでかいんだけど、象だよね。いいね、分かりやすくて。ルーイって持ってんだけど、ルーイってどういう意味なんだろうね。ルーイ、聞いたことあるようで意味わかんないな。バナナが右手に持っているルーイとはどういう意味なのか、松はよく分かりませんでした。でもやっぱこう本当バナナの名産地ですよっていうことなんだろうね、うん、いいね、カラフルで赤青黄色、ルーイーね。心が和む像でした。赤い看板の店で注文したのは、評判のフライご飯とバナナパフェ。シャンスーチーというファンとね、パフェ、ね、バナナパフェが出てきたんだね。はじめにフライご飯からいただきます。シャンスーチーというか、これちょっと唐揚げか。カリカリに揚がっているようです。すごいなこれどうやって食べる、あ、ちょっと切ってみるかこれ、よいしょ、うん、うわっ、うん、
皮パリパリで、これブラックペッパーすごい効いてて、これ今まで食べたあの唐揚げの中で一番うまいんじゃないかって。うわー、これいけるな、すごい。とにかく大絶賛の松、うん、まだあの食感残ってね。よくチェーン店のね、そのフライドチキンみたいなとこもあるけど、いやいやいや、これ全然すごい、これ抜けてるわ。だからチーさんってのはバナナのイメージがあって、まあ、バナナ尽くしかなと思いきや、ここチャンスチーというファンの名店がある。食べてみて。うわー、これは分かるな、すごいな。バナナだけじゃないんだから、あ、いける。この塩加減とね、胡椒加減とで肉汁のジューシーさとね、で皮のパリパリ感、もう絶妙これ。おー、すごい、うん、肉の食感と旨味に加え、塩と胡椒の味付けも絶妙。最高の唐揚げを食べた後はツヤツヤの肉が乗ったご飯。ご飯と肉がよくテカっています。これはご飯ね、うん、あの薄味だけどね、ニンニクの風味がすごく効いてて、うん、これはあの味がすごく薄いんだけど、これのあの唐揚げのあの塩があるから、これいけるんだよね、薄味でも、うん。これはあっさりして、うん、ニンニクの風味がこう効いてくる感じ。これとあの本当にマッチしてる感じがあるね、うん。バナナの名産地で本格的な肉を使ったご飯を食べる松でした。